レベル高いじゃないですか <laughs>。僕はあの、いろんな人に教えてるんですけど、まあ、アンケートもね、今,今回取りました取ってるんですけど、レベル高いですね。もう60万ぐらいすでに上げてるってことで、ね、広告回して、すごいじゃないですか。うん。いや、めちゃめちゃ、もう普通に稼げる、いいんじゃないですか <laughs>。もう稼いでるし、まあ、あと自分のね、問題点も分かってるんで、やっぱその、うん、僕ね、 あの広告一切使ってない理由って何かっていうとあの結局その自分のコンテンツ力を上げるってことなんですよ常にうんであとまあ広告使わないんで 1, 1ミリもその損益分岐点のことを考えなくていい1ミリもだからそこに 広告のコンバージョンだったりとか、広告単価だったりとか、リスト単価っていうのを一切考えない。時間をそこに一切使わない。コンテンツ100%に時間を注げるんですよ。つまり、コンテンツ販売って何が本質かっていうと、コンテンツ力だと僕は思ってるんですね。もしくは、そのコンテンツを売ってる、まあ、ここで書いていただいて、まあ、僕も言ってますけど、コンテンツを扱ってる人は誰なの何者になるのかっていうところで、だそこを磨くっていうのが、 まあ最大の,その大事なとこだと僕は思ってるんで、うん、そう。だから僕がなんでそのこの再生数でずっと4年できたのかっていうと、吉谷さんからか、だから僕ね、毎月商品売ってるんですよ。ね、ステップメールもないし、もう現行でずっと、ジャパネット高田みたいに。で、それでも、しかもいろんなラインナップね、来年、自動ツール行きますからね、みんなが欲しいやつ。 とかもう何でも扱ってるんでですよ商品でも売ってきてるんですよ。なんでかっていうと、僕なんですよね。僕が言うなら買ってみようっていう風にしてるんで、だから本当に僕、イメージ、ジャパネット高田好きだったんですけど、ジャパネット高田ってアフリ,アフリエートじゃないですか、自社商品今ありますけど、昔なんかもう自社商品1個もなかったですし、今、ウォーターサーバーとかあるか、だからそのね、メーカーさんの商品をジャパネットは売るって感じですよね。 だけど、うん、その一回ジャパネット高田のファンの人の、ジャパネット高田の雑誌が売ってたんですよ。で、そこで、そのジャパネット高田ファンの人が、なんか1000万ぐらい買ってたんですよね、ジャパネットから。で、それインタビュー出てて、あの、高田社長が言うと買っちゃうんですよ、みたいなね。<laughs> 何でも買って、面白いです、みたいな、なんか書いてあって。あ、これだって,っていうか、これしたいなって思ってて。要は、これができると何かっていうと、商品なんか無限にあるわけじゃないですか、世の中に。 マジでもちろん僕も商品いくらでも作れるんですけど別にそのなんだ僕ができない商品もあるわけですよた例えば投資系とか僕今やってないんでだけど僕に信用つけるっていうことができればそのいくらでも売れるっていうで商品無限にあるじゃないですかあとは仕入れてくるだけなんでうん、まあ、これはもう神じゃないですか 商品はずっと常に作られてどっかにあるし、いいものも探せばあるし、うん。だからその誰、誰も、だ、だ何者になるのかっていうところですね。じゃあその何者か、誰、誰って選ばれるためには、人間力だったりとか、そのフリーのコンテンツ力ですよね。で、なおかつフリーのコンテンツ力が上がれば、もう有料のコンテンツ力も上がるし、うん。 やっぱりその有料で仕組み化しちゃうともうそれで作られてそこから改善ねなかなかできないんですよもちろん AB テストとかも僕も昔やってきましたけど一回その仕組みを作るとこれを全部を変えるって例えばあ日本の憲法も変わらないじゃないですかだから一回憲法を作っちゃうとそれをねガラッて変えるのむずな難しくないですかで怖いしで,たかでさらに言うとこの仕組みでね 30万とか40万上がってるとするじゃないですかじゃあこの仕組みを全部変えるって怖いですよねだからこれこの仕組みあるからみたいな <laughs> うん何か自分のピンをやっぱあー定める主軸ビジネスの主軸をどこにこう定めてそこをやっていくのかっていうもちろん広告を極めるっていうのも一つあるので別にそれを否定してるわけじゃないですけど まあね、広告に関しては僕もいっぱいやったんですけど、結局その、うん、いい広告って、まあ Facebook はね、セグメントできるっていうのもありますけど、結局その、なんだろうな、反応が良くても、ライバルが増えれば、単価上がるし、反応悪くなるし、いたちごっこかなっていう。だからその、 価格競争とかのその広告競争みたいな <laughs>、わかります。で、いっぱい参入すれば広告単価上がるし、そこのラットレースするよりかは、無料で自分の価値上げて、無料で集客して、そ、そこに1ミリも時間使わない方が、まあ、将来的に考えた時自分の力にもなるし、うん。だから僕ね、だから、60とかになってわかんないですよ。 50とかになって、なんだろう、ほんと動けないというか、そうなったら広告やるかも。でもやんないなぁ。多分やんないですね、僕、広告はもう。もう広告のそのね、考えたくないですね。<laughs> そこに時間使いたくない。でそこに時間使うなかったら、コンテンツ作ってていいかなっていう動画作ってたほうが。うん。ねその AB テストして、その制約のアナリティクス見たりとか、なんだ、もう、嫌ですね。<laughs> コンンバージョン見てとか <laughs>、うん、もうそれよりデータデータまあネットってデータの部分あるんでデータは解析していかないといけない部分あるんですけどデータより人間力っていうね行き着いた僕が結構行き着いてるところなんですけどデータより人間力っていうこれ結構いいんじゃないですか <laughs> データより人間力っていうなぜならば人間が人間に売ってるっていうここ,こは変わらないんで江戸時代からも。 ずっと変わらないですよね人間がロボットに売るってことはないですよねロボットは出てきてますけど人間がロボットに売ってロボットがお金を払ってくれるってことは多分ないと思うんで、うん、誰がお金を持っていて誰がお金流通しているのかって話じゃないですかこの原理原則というかこのここは多分ずっと変わらないと思うんでうんはいということでまあ今回のねコンテンツ見ていただいて自分もやってると思うんでパクって使ってください はい、僕の,あのコンテンツは著作権フリーみたいなもんなんで、はい、どん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 使ってお金に変えていただければいいんじゃないかなというところです、はい。ということでアンケートありがとうございました。